ベラルーシ当局が旅客機を強制着陸させて反政権派のジャーナリストを拘束した問題を受け、アメリカや EU、ヨーロッパ連合などは21日、国際的な約束をあからさまに無視するルカシェンコ政権に代償を支払わせると表明し、ルカシェンコ政権に対する新たな制裁を発表しました。ベラルーシ当局者に対するビザの発給制限や資産凍結などが柱です。アメリカとヨーロッパなどが一斉にベラルーシに圧力をかけた形で、両者の対立が一層激しくなるとみられています。